皆さんこんにちは、神木です。今日はこちらの折り紙額縁の作り方をご紹介します。こちらは四角のこういう紙を挟むように中に入れて飾ることができます。こういった可愛い柄の紙を飾るのにいいかなと思います。そのままでもいいですし、こういったモチーフをちょっと一つ貼るだけでもとっても可愛くなります。こちらはマスキングテープやシールでちょっとコラージュしてみたんですけども、こんな風に作っても楽しいです。こちらはお菓子の入ってた袋のコラージュです。これ台湾で買ったお菓子が入ってた袋なんですけど、柄が気に入ったので切り取って台紙にして、あと中のお菓子の包み紙もちょっと切って貼ってみました。材料は、同じ大きさの折り紙が3枚、2枚は額縁、1枚は中に入れる台紙になります。額縁に使う折り紙はこのように半分に切っておいてください。それでは作り方です。まず2枚でパーツ A、 もう2枚でパーツ B を作ります。パーツ A、B は途中まで折り方が一緒です。まず白い面を表にして横半分に折って折り筋をつけます。両端を中央に合わせる観音折りをします。この時に後でこう折る時に厚みが出るので、私の場合少しだけ中央に隙間を空けるようにして折っています。1mm、紙の厚さにもよるんですけども、ほんの少しだけ隙間を空けています。ここまで共通の折り方で、パーツ A はこの状態から畳んで出来上がりです。同じものを2本作ってください。次にパーツ B です。パーツ B はパーツ A のと途中まで同じで、観音折りをしたところから角を中央に合わせて折ります。しっかりと折り筋をつけてください。反対も同様に角を折ります。次に折ったところを開きます。少し広げてこの角の部分を中へ押し込むようにして、ついている折り筋を使ってそのまま畳みます。残りの3箇所も同様に、角を中へ押し込むようにしてそのまま畳みます。こちらも開いて角を押し込んで、ついている折り筋で折って畳みます。次にこちらを半分に折ります。これでパーツ B の完成です。もう一本同じように折ってください。次に組み立てです。セロテープを使うのでテープをご用意ください。パーツ B の隙間にパーツ A の角を差し込みます。
ここの隙間とここの隙間ね、それぞれパーツAの角を差し込みます。紙の厚みがあるのでちょっと角がきっちりは合わないんですけども、差し込んで、でテープで角を留めます。こちら側もパーツ A を差し込みます。差し込んだらテープで留めます。この3つのパーツが組み合わさったところで中に入れる紙を差し込みます。こちらテープを貼ってて、裏になるので紙を裏にしてこの隙間にこう入れます。そして最後のこのパーツを組み合わせます。ちょっと最後が入れづらいんですけども、片方入れて、もう片方も、入れて、角を留めます。ちょっとその角が合わないのが気になるかもしれないんですが、飾れば遠目に見るとわからないのでちょっとその辺は気にしないように、で表から見るとこういった感じになります。いつもご視聴ありがとうございます。ご感想など気軽にコメントもお待ちしております。それでは次回まで、さようなら。